こんにちは、ベンジです。龍が如くゼロの続きをやっていきます。今堂島組に追われていて、セレナママが助けてくれるって言ってるんで行きましょう。裏から入っていくって言ったな。ここかな、上か。お、何階だ。ここだ。救急箱用意してる。来たぜ。ちゃんと来てくれたのね、桐生さん。あまり長いはしない。橘って男から連絡が来るまでだ。それまでの間頼む。もちろん。座って。とにかく頭の傷手当てしなきゃ。あんな酔っ払いにやられるなんてな。レーナ、今錦がどうしてるか知ってるか。知らねえだろ。風間組の事務所に詰めているみたい。え、いた。さっきも出入りしているの見かけた。なんだかすごく怖い顔してたけど。そうか、ならよかった。傷そこまで深くはないみたい。消毒だけするわ。ああ、痛いぞ。さっき桐生さん、錦山君と兄弟の縁を切ったって言ってたよね。それって彼を巻き込みたくないからなんでしょ。大正解。今の俺は堂島組全員に追われてる。あいつはもう俺と関わらない方がいい。そんなことだと思った。結局あなたたちってお互いを自分の身以上に思ってる。錦山君はうちに来るときいつもあなたのことを楽しそうに話してた。そうだろうな。私にはそんな仲間がいないからすごく羨ましい。何にしても俺はこれ以上あいつの荷物になりたくねえ。荷物ね。もう兄弟を苦しめたくない。あのね、桐生さん、一応知らせとくけど、あなたのこと警察も探してる。なんだと？空の一粒の件か。今日この店に刑事が来て、あなたに話が聞きたいって。心当たりある？ああ、どうやら時間切れってことらしい。そうだね。時間切れ？どういうこと？俺には殺しの濡れ衣が着せられてる。空の一つぼに出た死体の件でな。それを立花が殺に手を回して俺への捜査を抑えてくれてたんだ。その猶予が切れた。でも濡れ衣っていうことは。ああ、俺は殺してない。はめられたんだ。わ、誰か来た。桐生さん、誰か来る。今の時間もうエレベーターは動かないはずなのに。奥の部屋に隠れて。動かないはずなのに動いた。関係者。いやー、堂島組だろうな。だね。うわ、ちょっと堂島組をなめんじゃないよ、姉ちゃん。おら、出てこいや。キル、出てけ。この店はずっと張ってたんだよ、バカが。こそこそ隠れてんじゃねえぞ、おら。そうだよ、女やられて出てかないわけにいかない。キルさん、ダメ、やっぱり嫌がった。おい、応援呼んでこい。全員だ。全員は入れねえだろ、こんなか。すまねえ、レイナ。やっぱり俺はここに来ちゃいけなかった。キリュウさん、もうてめえの居場所はどこにもねえんだよ、キリュウ。壊すか、レイナ。すまん。
店を壊す。あ、ナイス。でかい。オーケー。やりやすいわ、ここ。キリュウさん。店荒らしてすまなかった。そうだね。全部俺のせいだ。すぐにこいつらの仲間が集まってくる。もう行かねと。待って、警察を呼ぶ。逮捕されるかもしれないけど、それでも警察員なら殺されない。無駄だ。ヤクザがここまでやるからには、サツが来たとこで引きはしない。俺を始末するまではな。そうだろうな。そんな、誰か他に助けはいないの？いれば、あんたにも迷惑かけずに済んだ。迷惑だなんて。じゃあ、迷惑ついでに一つ頼まれてくれるか。なんだい、キリュウ君。え？え？チューしちゃう？そういうんじゃないよね。こいつを錦に渡してほしい。はあ、風間のおっさんの、おっさんじゃねえか、おやっさんの。それを渡してこう伝えてくれ。俺のために復讐するのだけはやめろと。組に逆らえばあいつは俺の二の舞になる。キリュウさん、キリュウさん。いや、ここに組員来たらレイナがただじゃ済まないんだけど。キリュウ君分かってる？分かってないよね。あ、ここに来てくれた。もう逃げらんねえぞ、キリュウ。ああ、だがこんだけ道連れがいりゃ寂しい思いしないです。バカ、まだまだ駆けつけてくる。どうあがいと地獄民のはてめえだけだ。おら、それはどうかな。殺せ。あのバイク使えないんだよな。とりあえずカラーコーンでいくか。あれ、カラーコーンもつこれだ。よいしょ、棒術でいくか。見せ物じゃねえぞ、ジジイ。ちょ銃持ってるやついるじゃん。スタンガンか。あれ、なんか落ちてる。ボスもいる。マンホールの蓋？違う、なんだこれ。スタンガンだ。スタンガン拾わした。お前じゃねえ。ちょっととりあえず数減らしてからだ。よいしょ、よし、スタンガン。すごい動きしたよ今。一回回復するか。あのボックスからタフネス Z は引っ張ってきといた。さすがだ。ドスの方が怖え。ドスじゃないそれ。キリュウさん、ドスで攻撃するか。ちゃんと敵アイテム落とすね。なんて野郎だ。マジかよ。結構大変だったよ。殺しとけ、殺しとけ。いや、殺さなくてもいい。足腰立たないくらいまではやっとけ。
究極ラーメン。めっちゃいる。やる？ああ、錦と柏木さん。兄弟。頑固なやつだな、おめえ。阿波野もいる。いつかこうなるほどは分かってたぞ。うわ、みんないる。だがもう脅しじゃ済まなくなっちまった。立花ひっくり返せるこの局面。立花の居所は後でじっくりお前の体に聞く。無理だろ、体には。そいつはいたとこで死んでもらうことに変わりやねえやな。兄弟、手柄はてめえにくれてやる。だがこいつは俺がやるぜ。しつこいね、クゼ。メリケンサックはめてた。ギリ、おめえが変わった立花はどうしてんだろうな。ここんとこばったり姿消しちまったら、連中おめえを見捨てたってわけだ。風間の頭もおめえを見殺しにする気でいい。報われねえな、今時の仁義ってやつだよ。仁義軽んじてるからね、阿波野。立花、必ず殻の一粒を手に入れる。そうなりゃあんたらもまずいことになる。俺はどんな目に遭おうが、立花の居所は吐く気はねえ。今ここで追い詰められてんのは俺だけか。知ったふうな口聞くんじゃねえぞ、若造。任せとけ、兄弟。俺がすぐに黙らせる。メリケンサックすごいんだけど。たっぷり楽しませてもらうぜ。やるの？やるね。クゼと何回目だよ。3回目か。まずは、あ、ちょっともう来てるよ。これ使っていいか。ダブルゼータ。あ、いいね。ガードしよう。よし。看板あっから。看板あんの知ってんだから。まず数減らすな。どうすか。これ持ってよし、くぜー。よっしょ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 。ドスドスで刺すか。うおっ、死んだぞそれ。あ、ちょっと今のはひどい。急すぎるだろ。よし、イエイ。テルクラ、あ、まだ持ってる。シュッシュじゃないんだ。やかん。やかんで殴った。お湯なんでお湯入ってんのわけわかんねえ。よいしょ、はまけた。よし、ガードする。ガードないか。ドスで刺すか。おい、ザクこれでとどめ。すごいな、アイテムいっぱいありゃクゼなんて。そら死ぬ。この野郎。あら、すごいよね。うわっ、下っ端がクゼ怒れ。あら、お、来た。これは立花だろう。おい、誰だ。もう見せ
ぶちまけろ。ひどい。うわっ、もったいねえ。なんだ桐生さん、乗って。あら、なんか かっこいい感じになってるな、立花。遅くなりました、桐生さん。本当だよ。あいにく車の運転は得意じゃないんです。いい加減しろ。しっかり捕まっててください。逃がせろおめえら。体で止めようとすんの。くすぎぎゅう。一般人も引くぞそれ。くそえ。渋沢だけ冷静だね。さあ話してもらおうか。この局面を本当にひっくり返せんのか、殻の一つも手に入れたのか。ドハジマ組の締め付けでうちの情報網も動きが鈍っていましてね。あんたなんで息切れてんの。なかなかあなたの状況がつかめず、小田さんに知らせる暇もありませんでした。おかげで自分で慣れない運転をする羽目に。なるほど。あんたにも苦手なもんがあったんだな。苦手というか、いわゆるペーパードライバーっていうやつです。俺と一緒だ。緊張した。するよな、わかる。おかげで助かった。あんたが来なけりゃ俺はあそこで終わっていた。そうだね。俺は甘かった。自分はもっと強い人間だと思ってたんだ。だからどんなに突っ走ったところでそのケツは全部自分で取れるつもりでいた。それが今じゃ、俺が近くにいるだけで周りの人間が危険にさらされる。俺を守ろうとしてくれた人たちがだ。セレナのママ、風間のおやっさん、錦、それにあんたも。結局俺はたくさんの人間に守られていただけだった、うん、それに気づかずにいたツケが今になって回ってきたらしい。なるほど。バカだった。気づくのが遅かったのか。私があなたならそんなことは気にしません。私はね、桐生さん、自分の周りにいる人間は全て利用すればいいと思っています。両極端だな。私の育ってきた環境では誰もがそうしていました。そうでなければ生き残れないし、のし上がっていくこともできません。金でも何でも使っていかに周りの人間を利用するかだけを考えるんです。これはあなたのようなアマちゃんには遠い世界の話でしょうけどね。いや、バランスだと思うよ俺は。ならさっき俺を助けに来たのも俺を利用するためってことか。そうなりますね。キリュウがメンヘラみたいになってるぞ。あんた何が言いたいんだ。私は人を利用してきた結果として金と力を持つようになりました。どうも私にはその方面の才能があったようです。ただしあなたと違って私には私のために命を張るような仲間はいません。小田がいるじゃねえか。私の周りにいる人間もまた私のことを利用しているだけです。
あなたが自分をバカと言うなら、私もいくらか。そんなバカになりたかったと思います。立花、あなたを守ってくれる人たちは、あなたが自分の損得で動く人間でないことを知っている、うん、その上、うん、あなたは一度こうと決めた相手をバカみたいに命がけで信じることができる。そんな人間は、特に今みたいな時代、めったにいるもんじゃありません。確かにその通りだね。残念ながら私はまだあなたのために自分の命までは張れません。いや、さっきの結構命がけだったよ。ただあなたを信じて私の命を託すことはできます。違いが分からない立花今のはシラフで言うことじゃなかったかもしれませんねよかったらいっぱいおごる後にしましょう。この車はここで乗り捨てます。もったいね。うわ、来たよ。あの車は敵じゃありません。あ、そうなの。小田、小田、この町にもわずかですが登場界の力が及ばない場所があります。マジか。これからそこへご案内します。お前どうしたのよ。病気か。どうかしたのか。おい、立花。社長、しっかりしてください。社長、病気っぽいよね。あ、救助終わった。5000万、でかい。1億いった。電話会社の株32株分。あ、今1億って書いてなかった。あれ、これって所持金じゃねえのか。所持金が今1億いって、これはこのショーで稼いだ金ってことか。バトルで700万、しのぎで419万、ショークリアボーナス5000万で、元から持ってる金プラスしてだな。で1億いくらになると。はい、ということで、なんか9章短かったね。じゃあ次回から10章やっていきましょう。ということで、今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。